こっち来て C ニュース、ニュースを見る、暗殺する、暗殺。ダメだな。何も反応してくんないわ。まあまあいいや。とりあえず巻き置きに行こうか。巻き。ここにね、薪が置けるんじゃないか、薪。火の消えた暖炉がある。暖炉の中には薪が入っているが表面を広く湿っている。暖炉の中から湿った薪を取り出し、キッチンの薪置き場から持ってきた乾いた薪に入れ替えた。湿った薪を邪魔にならない炭に片付けた。片付ける能力高いね。一瞬にしてなくすもんな。はい。火をどうにかしてつけられんか。火の消えた暖炉。乾いた薪が入ってる。火がね。ちょっと待って。人参は何に使うの？キッチンで手に入れた人参。鮮やかなオレンジをしている。虫眼鏡で見てみるか。ニュース、C ニュース。これじゃないよね。違うもんな。とりあえず入れたね。んで、あとは人参をどこに使うかだな。人参洗うか。人参洗う？人参はどこに使うんだ？ここの食材取れない。取れないんだな。じゃあやっぱもう、ビッグフットのとこどうにかするしかないかな。ここは何も関係ない。ちょっと見てみようか。違うよね。謎のメモ。C ニュース。観察する。観察ってじーって見るだけでいいのかな。ちょっとやってみる。パツでしょ？ C、こう立って。壁見てもしょうがないよね。C ニュース。ニュースを見る。観察する。なんか見えてくるものあるか？ ない。虫眼鏡だよね。やっぱ虫眼鏡だよね。ちょっとごめん、わかんない。ちょっとヒント見ていいですか？謎のメモ解読。はい。まずはメモの1に書かれているように、黒い足の上に立とう。はい。来ましたよ。はい。C ニュース。直訳すればニュースを見ろだが、この謎を解くために日本語訳は関係ない。ん？ C ニュース。日本語訳は関係ない。そうなの？じゃあ、なんだ？日本語訳は関係ない。SE、あ、なるほど。わかりました。S ってなんだっけ？サウス、ノーズ、イースト。南一歩。南一歩。あー、ちょっと待ってね。はい、ちょっと今、ヒントを見ますね。ヒント。取ってないやないか。SEE、イースト、西、東、1、2、で、N、北、西、東、W、S、ここ。観察する。周囲に特に変わった点は見当たらなかったが、虫眼鏡を取り出しよく観察してみた。虫眼鏡を使ってよく調べると、足元の床に何か小さなボタンがあるのを見つけた。あれなんですよね。英語わかんないんですよね。北と南わかんないんですよね。床の設置をした。2階へ続く隠し階段が現れた。不要になった謎のメモを丸めてダストボックスに捨てた。じゃあ、行きますか。キンと結構見ちゃってんな。そっか、探偵としてはやっぱね、そういう方角のやつを気づけなきゃダメだな。これはなんだこれなんでダブルベッドが2つもあるの？どういう状況？靴下かけてあんね。ニュースレト、ミステリーレト、クリスマスプディング2。クリスマスプディングのレシピは各家庭それぞれで、一般的な材料、牛脂、パン粉、卵、ドライフルーツに各種スパイスなど。定期的なやつなんだよね。食べ慣れていなければお菓子のような見た目からはちょっと想像できない牛脂の癖の強さや好みが分かれるかもしれない。アイスクリームや生クリームを添えると少し食べやすい。なんかちょっと食べにくい感じのものなの？クリスマスプディング？ググってみようか。どういう見た目してんの？クリスマスプディングね。でもなんか見た目的に普通にうまそうなチョコレートケーキって感じだけど。え？この茶色はチョコじゃないんですか？違うのこれ。なんかよくわからん。クリスティの短編、クリスマスプディングの冒険では、事件の重要な鍵としてクリスマスプディングが登場する。生地を作る際に使う容器や、生地にアイテムを入れたり、願い事をしながらかき混ぜる様子など、関連する描写が豊富で興味深い。また、プディング以外のクリスマスのメニューや、雪の邸宅で子供たちが遊ぶ様子など、英国の古き良きクリスマスの雰囲気も楽しめる。シャーロックさん読みふけってんだろうな、多分この名探偵のね、小説とかをね。なんか知識を分けてもらえてる感覚だわ。クローゼットの下部にダイヤルロックがかかって引き出しがある。見たこれ。なんか数字書いてあったっけ？ちょっと待って。サンタさん。なんか食材のやつよね。ちょっと待って、これなんだっけ？これなんだこれ。帽子か。洒落てんな。クリスマスプレゼントの小箱がいくつか置かれている。はい。燃えてる燃えてる。これはこまごまとした雑貨を入れた木箱がある。いいですね。木箱の中に赤い小箱に入ったマッチを見つけた。マッチです。はい。あれ見ちゃいけなかったこれ。壁の鏡を覗き込むと、鏡の向こうの何かと目が合った。なんかいるのか？恐る恐るもう一度鏡を見直すと、驚きに満ちた緑色の瞳をした自分の顔がこちらを見返しているだけだった。緑色の瞳ね。見間違いか。結構ね、この緑色の瞳は大事なんですよね。彼の緑色の瞳はね。ここなんだっけ？あれ？どっちから来たっけ？こっち。外のテラスへと続く窓があるが、内側に鎧戸が降りており、ダイヤルロックがかかっている。数か？数でいいのか？数でいいんだったら普通にね、まああれだけど、ちょっと、後でちょっと喋っときますね。ただ数を入力するだけでいいのか。謎だな。じゃあ火つけていきましょうか。そしたらね、多分この氷溶けるよね。はい。マッチです。2階の寝室にある雑貨の箱の中から見つけたマッチ。はい。乾いた薪にマッチの小箱を取り出して火をつけました。いいね。しばらくしたらこれが溶け始めるだろうね。そばにある暖炉の炎の熱で氷のプレゼントが溶け始めた。しかし完全に溶けるまでにはまだ時間がかかりそうだ。で、その隙にこれをちょっと見てみましょうか。これ取った方がいいんかな？なんかこう、喋っとくか、一応。カメラで。これは一番左ね。はい。窓の枠とかの見ると、特に順番とかは、関係なさそうに見える。なんか数字とか書いてあるかなって思ったんだけど。なさそうだったから。でもなんかこの氷の結晶がの種類が違うの気になるなぁ。ね。あれここじゃなかったか。こっちか。1、2、3、4。これが一番左のやつで、この結晶の数だとしたら、多分これは1個。あれどれだこれかな ?1 個かな ?1 個。次が、1個。本当に合ってるかこれ。次。これは1個でいいのかなはい。次も、1個。違うよね。あ、テンキーのやつか、もしかして。そうかも。ここでテンキーをまさか使うタイミングがあるとは。7。と言ってね、全然違ったりして。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。天気っていうか、これ、あれか電話番号のやつ。ナンバーみたいなことか。9か。これは9でいいのか。で、真ん中だから5。続いて、1、2、3、4、6だな。これでいいのかほんとか違う。あれなんだあ寝室2階の熊の顔のベッドを調べると何かが見つかる。あ、今雪の問題解いてたんですけどね。探索が甘いと普通に言われましたね。ベッドの下を覗き込むと1枚のメモが落ちているのを見つけた。はい。うわ。出たー。拾い上げると、マスの目の中にいくつかの数字が書かれている。はい。出たー。あ、そう、さっきの見たいな。見れない。じゃ、喋るか。喋る必要があるね、これはね。演技、いよいよ活躍するタイミング来たかと思っちゃった。残念だ。しょうがないな。これがなきゃ解けなかったんだな。よいしょ。じゃあ、いよいよ解けるね。一番左上。8。8。そして次が、右のやつだな。右上、2。はい、次。真ん中右3だな。はい。続いて、あれ間違えたか違うか左上、右上。続いて真ん中か真ん中で、真ん中が、53かな ?53 でいいのかなあ、いた。わかった。不要になった数字が書かれたメモを丸めて捨てました。おう、自動的に。あれ君なんか見たね。君なんかさっきいたよね。雪が深く積もったテラスに雪だるまがある。冷たい雪と強風の中、雪だるまだけでもさすがに寒そうに見える。ああ、かわいそうにね。それだけ中に入るかい君。なんかマフラーかなんかかけてやれたらいいけどね。なんか、あ、そっか、人参。君、人参を。なるほどね。人参ほら、雪だるまのさ、鼻になったりするじゃん。ね。虫眼鏡、マッチなの。まさか、この子にマッチを。そんなひどいことしないよな。ここになんかある？いや、多分今来てもしょうがないんだろうな。そういうことだよね、多分ね。今来たってしょうがないとこってことよね。なんかあるかあ、これなんかあったな。サンタの見に行ってみようか。なんか見たんよね。宿題のサンタさんのね、なんか、火つけるやつあったよ。それかな。この辺にね、あれこれに、はい、火をつけました。3963。ろうそくの揺れる炎の向こうに不思議な影が浮かび上がった。3963。これを入力するといいんだな。3963、3963。回っちゃった。あ、ちょ。3963。3963。引き出しが開きました。サンタさんにお願い。という題名の絵本が入っていた。サンタさんにお願い。12月の雪がたくさん降ったある朝のこと。友達が欲しい一人の男の子が庭の雪を集めて大きな雪だるまを作りました。外にあったよ。雪だるまはとても上手にできたので、男の子は嬉しくてたまりません。雪だるまと友達になろうと挨拶をしたり、自己紹介をしたり、一生懸命に話しかけました。しかし、男の子は雪だるまの話す言葉がわかりません。雪だるまにも男の子の話す言葉はわかりません。こんにゃく持ってきて。そこで男の子はサンタさんにお願いすることにしました。一年中雪が降る森の奥のロッジに住むサンタを訪ねて、今年のクリスマスプレゼントは雪だるまの言葉がわかるようにしてほしいとお願いしたのです。なんて素敵な話でしょう。男の子の話を聞いたサンタさんは、その願いを叶えてあげることにしました。そしてクリスマスの朝になり、そこから先のページは文字も挿絵も不鮮明で読めなくなっている。素敵な話ですね。しかし何をどうしたらわかるようになるんでしょう。それは。これなんかある。なんもないね。ちょっと下の雪だるまくんに人参つけれんか試してみようかな。鼻に人参つけれんか。この子もね、あ、マフラー巻いてんな。君のマフラー持っていけんか。人参。雪だるまの口元にキッチンで手に入れた人参を取り付けた。お、喋れます?雪だるまに口をつけた。うわ、わかんね。なんか言ってる。なんか言ってんな。雪だるまは人参の口で何かを話している。しかし、リュウ探偵は雪だるまの言葉を話せないので何を言っているのかわからない。こんにゃく。頼むよ。まだ時間かかる?そう、じゃあどうしよっかね。もうなんか、詰まっちゃったな。